長井健介は、広島県福山市出身のプロサッカー選手。J リーグ FC 東京所属。ポジションは主にフォワード。元日本代表。父親の仕事の都合で3歳の頃から家族と共に、ブラジルイパチンガニー0兄の影響を受け、近所の道端にて裸足で現地の子供たちと、ストリートサッカーをしており、ポルトガル語も喋れたという。8歳の時に帰国。 福岡県北九州市八幡西区の中学校を卒業後、兄と同じく九州国際大学附属高校に進学。入学時には小柄だったが在学中に背が伸びて急に足が速くなったと抜群の脚力と得点力が開花。杉山光一監督の下3年時に全国高校サッカー選手権に出場し、競合。 富山第一高校相手に2得点を挙げて1回戦を突破するも2回戦では霧光学園高校に0から1で敗退。福岡大学監督の犬井真寛が杉山の死に当たることもあり2007年に同大学へ進学。トップスピードに至るまでの初速に強みを見出され1年次から背番号10を付け主力としてプレー。2009年の総理大臣杯では 全員4試合連続得点の計5得点を挙げ、福岡大学の大会初優勝に貢献。また同年の天皇杯では2回戦、水戸ホーリーホック戦、3回戦ガンバ大阪戦で、J リーグ勢から得点を記録した。2010年の九州大学リーグでは、忠だ幸、清武孝、明、中原秀と、大山直也らを大きく引き離して、アシスト王を獲得。 4年間の通算では43試合28得点。大学の卒業論文は 2010FIFA ワールドカップの得点傾向に対する位置考察。また、2009年には j ニアビスパ福岡の特別指定選手として登録され篠田義行監督の下でプレー5月30日に行われた岐阜戦で J リーグ公式戦初出場を果たし、通年で J2K5 試合に出場した。翌2010年は J1 ビッセル神戸の特別指定選手に登録された。入学時には大学限りでサッカーを終えるつもりでいたが、2010年には10以上の J リーグクラブが獲得に動いていると報じられ、7月末から8月中旬にかけて練習参加先として選んだ浦和レッズ、FC 東京、名古屋グランパスの3クラブと、 特別指定先だった福岡、神戸の2クラブとの交渉を経て、同年末に名古屋入団を決めた。2011年より名古屋でプレー。アジア大会出場により、新人ながら A 契約を締結した。同年3月1日、AFC チャンピオンズリーグ開幕戦の講習、緑城戦で後半から途中出場し、プロデビュー。同月5日、 J リーグ開幕戦の横浜 FM 戦に途中出場し、自身の突破により PK を獲得する活躍で J リーグデビューを飾った。翌4月6日には ACL 第2節 FC ソウル戦でプロ初得点。J1 第20節岩田戦で J リーグ初得点。リーグ戦後半からスーパーサブとしての起用が続いた。2012年は先発出場を続け、 チーム最多となる10得点を達成。名古屋とは2013年末までの契約を結んでいたが、オリンピックでの活躍を目に留めた、ジュピラーリーグのスタンダールリエージュから、設定額を上回る移籍金を提示され、2013年1月に同クラブへ完全移籍。契約期間は2017年6月までの4年半。2月10日のリーグ第26節。 モンス戦で移籍後初出場を果たしたが、同地での筋力トレーニングを続ける中で長所のスピードを失ってしまい、レギュラーに定着できないまま2012から13シーズンを終えた。翌2013から14シーズンに際して状況の好転が見込まれない中、古巣名古屋から復帰オファーを受けた。2013年8月、名古屋へ期限付き移籍。 登録完了直後の J1 第21節、広島から出場を続けたものの、ベルギーで崩していたフィジカルは本調子には戻らなかった。2014年夏場にかけて復調し、期限付き遺跡期間を延長。得点を量産し通年では、自己最多の12得点を記録した。また同年の天皇杯では、宇佐美隆と並んで6得点を挙げ大会、得点王に輝いた。 2015年1月、完全遺跡へ移行し対談した玉田刑治に代わって、背番号を11に変更。同年は、サイドハーフやウィングバックといった不慣れなポジションでの起用にも応え、爆発的なスプリント力を生かして、守備では相手に食らいつき、攻撃でも長距離を加速した相手ゴールを脅かした。通年では2年連続の2桁得点を達成。2016年は、 小倉隆氏志新体制下で局面ごとの判断に戸惑い制裁を書いていたが、小倉解任後のセカンド第14節福岡戦で自身初のハットトリックを達成した2017シーズン開始前、グランパスが J2 へと降格したことを受け、FC 東京への移籍を発表。複数クラブの争奪を経て、2017年により、 福岡でも支持した篠田が率いる FC 東京へ完全一席。5月3日、ルバンカップ第3節の北海道コンサドーレ、札幌戦で移籍後発得点を決めた。2018年4月28日、第11節の名古屋グランパス戦では、フルス相手に3試合連続得点を決めた。2019年3月17日、第4節の名古屋グランパス戦では、フルス相手に、 再び得点を決めて、首位浮上に貢献した。4月14日、第7節の鹿島アントラーズ戦では、J1 通算50得点を決めた。6月29日、第17節の横浜 F マリノス戦では1得点、1アシストの活躍で前半選手位に貢献した。高校選手権での活躍から、 大学進学後すぐに U-18 日本代表メンバー入り、2008年の大学2年時に AFCU-19 選手権に出場。チームは準々決勝韓国戦で敗れたものの、柿谷陽一郎の控えという立場ながら、イラン戦のハットトリックを含む4得点を挙げ、得点王となった。同大会敗退の悔しさから、プロ入り及びオリンピック出場を決意。 2009年には日本代表として第25回ユニバーシアードに参加。持ち前のスピードを活かすべく相手が体力を消耗した時間帯に途中投入され、ブラジル戦及び対戦のハットトリックを含む大会通算7得点を記録。得点王を獲得し、日本の銅メダル獲得に貢献した。同年12月21日、2010年1月6日。 開催 AFC アジアカップ最終予選、イエメン戦に臨む日本代表に選出された。流通経済大学の山村和也も選出され、大学生の A 代表入りは18年ぶりのことで、あった。さらに、2010年6月開催の FIFA ワールドカップ、日本代表メンバー発表前の最後の、公式戦である、セルビア戦に招集されるなど現役大学生初の、 ワールドカップ出場に期待を寄せられたが、本大会にはサポートメンバーとして帯同するに止まった。同年、ロンドンオリンピックに向けた日本代表の発足メンバーとして、杭州アジア大会に招集されると、瞬速を生かして5得点を挙げて、得点王となりチームの優勝に貢献。オリンピック予選では、2011年2月のシリア戦の1得点のみで、控えに回り、 同年のトゥーロン国際大会も、名古屋の ACL 参加によって招集されなかった。2012年 J リーグ前半戦の好調ぶりもあって、オリンピック本大会のメンバーに選出されると、ボール保持者へのチェイシングや玉際でひるまない姿勢で、相手守備陣を混乱させ、グループリーグ第2戦モロッコ戦での決勝点を呼び、準々決勝エジプト戦での先制点を記録。俊敏さと、 金勉さ、縦への推進力でエースとしてチームを牽引した。大会後、アルベルト・ザッケローニ A 代表監督からの招集はなかったものの、ザッケローニは、もし25名をワールドカップに招集できるなら、長いのような選手を選んでいた、と能力を認められていた。2015年3月、バヒド・ハリル・ホジッチ新体制となった A 代表に選出。 ワールドカップ予選及び東アジアカップを戦った。2019年6月、内転筋を負傷した鈴木武蔵に代わって、森安はじめ体制になって、初めて代表に招集された。9日に行われたエルサルバドル代表戦で4年ぶりの代表選出場を果たし、代表初ゴールを含む2得点の活躍で勝利に貢献。また、前半19分に決めた得点は、 日本代表にとって、令和での初ゴールとなった。同年には、J リーグベストイレブンに選出された。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。